皆さんこんこにちは、えー、レック専任講師の雲野ですそれでは、えー、今回は司法書士の受験を考えている方を対象に、えー、2019年の5月から勉強を始めて2020年の7月の本試験に合格していく方法こちらをお皆さんにお話をしていこうと思います。今日はあのお 初学者の方でも安心5月から2020年を目指すための学習スケジュール大公開というレジュメに沿ってお話をしていこうと思います、えー、こういったあのレジュメを用意させていただいておりますあのお手元にご準備してもしくはあの画面上からあープリントアウトをするないしは画面上でご覧になっていただく形でどうぞお手元にご準備くださいあのちなみにこれがなくとも目で見て えー、聞いていただく分にはあの話の内容を理解していただけますのでどうぞご安心ください画面にあの必要なものは移してまいりたいと思いますそれではあのご挨拶遅くなりましたが私レックで専任、えー、講師をしております司法書士の運野と申します、えー、合格年度は平成8年、えー、もう今から 二十二十二十三年前ですか、えー、になります。えー、大学生の時に司法書士の試験に一回で合格をいたしまして、その後大学四年生から司法書士の実務についてい、えー、よいろいろ浮世曲折を経まして、今こうやって講師として、そして現役の司法書士として、えー、神奈川県に司法書士事務所を構えてございます。今あの本当に司法書士として毎日日々充実した毎日を送っておりまして、当時あの。 まだ10代だったあの頃にですね司法書士の試験を受験したあの決意自分のことながらよくあの時司法書士をですね決意したということを本当にあの誇らしく思っておりますし自分の司法書士としての人生にすごく自信を持っております。このの司法書士の 良さと言いましょうかあの面白さというかそういったものを皆さんにお伝えしたいという一心で今まで講師を続けております、えー、講師として21年目を迎えまして あの本当に長いこと講師をやってきてはいるんですけれども毎年毎年受験生の皆さんとの出会いというものに、えー、いろいろ考えさせられるところがありそして喜びも悲しみもね本当にあの共有させていただいて毎日、まあ、ジェットコースターのような、ね、毎日を送らせていただいておりますそれはそれで本当に楽しい毎日で、えー、な,がらなかなか抜け出せないなということであるんですが今日はそういったあの「司法書士の魅力」はもちろんのことこの5月から始めて、えー 来年の7月の本試験にそもそも間に合うのかというようなことを踏まえましてそこをお話ししていければなと思っているところです。さてそれではは冒頭まずは、えー 合格後の資格の生かし方としまして、そのスケジュールの話をする前に、ちょっとですね、えー、少し司法書士そのもののお話をしていければなと思いまして、えー、いくつかお話をお用意いたしました。まず1番なんですが、司法書士試験、毎年7月に実施されまして、7月の第1日曜日に実施されていきます。そして第1日曜日に実施された司法書士試験、合格発表が、えー 九月の末となります。で、そちらはあの筆記試験の合格発表ということで、九月の末合格された方に、十月の中旬に口述試験というものが実施されていきます。その口述試験に合格しますと、最終合格発表として十月末ないしは十一月の頭に刊行に合格者などが掲載されていきます。そうしますと、十一月頭に最終合格発表した合格者の行方なんですが。 実は合格者のその後のそ後大きくくつに分かれていくんですねまず1つ目がすぐに司法書士として独立開業するそして2つ目が他の開業司法書士の事務所へ、えー、有資格補助者として就職をしていくいわゆる勤務司法書士の道を選ぶということですそして3つ目が企業に司法書士有資格者として一く。えー 一般的な企業に就職をしていくというこの3つですだいたい合格者のうちの2割の方がこのすぐに司法書士として独立開業する方法を選んでいきますですから2割ですから決して少ない数ではございませんで、そして残りの8割のうち そうですね、8割のうち7.5割、75%がこの他の先生の事務所に就職をするという形、勤務司法書士を選んでいきます。そして残りまあ 5%、0.5%ですね、失礼しました、5%の方が企業に就職をしていくという道を選んでいきます、それぞれのメリット、デメリットなどをお話ししていければということで、今回のお話を選びました。まずはすぐに司法書として独立会議をする場合で、この場合、選択肢としましては、個人事務所と司法書士法人とを選ぶことになります。 個人事務所というのは、えー、その名の通り使用書士1人で開業するということを一般的に意味するんですが必ずしも1人ということにこだわりません、えー、2人人人とと法書士が集ままっても法人化をしないという選択はできますつまり、えー、個人事務所で使用書士が複数名いるという、まあ、いわゆる共同事務所という形を選択することもできるんです。で司法書士法人にすること は簡単ななななんんでですすけけけれれども司司法法法書書士士人にしますとと常時司法書士が2名以上いなければいけないといばう現状なんですね。で、そういった足かせもあって例えばあの自分一人でやる準備ができたから、えー、そこをやめて独り立ちしたいということになってもなかなかそう自由にはいかないということもあります。ですが、えー、司法書士が複数名集まる、まあえー、個人事務所で共同事務所という形を取れば例えば、えー、シェアするものは、えー、スタッフだったり。 機材ファックスコピー機材の機材だったりまたは書籍スペース給湯室などのスペースこういったものはシェ,アシェアリングしてみんなでお金を出すけれども結局一人人一人が個人の名前で司法書士業務を受け負っているとたまたまその司法書士の事務所所在地が同一所在地であるという状態になりますので一人でやっていく自信が出れば 事務所移転のお知らせだけをお客様にお知らせすればそこから飛び出していくことも容易にできるとでそれまでの間はもちろんシェアリングして経費を抑えつつそして相談できる信頼できる仲間がいますからねそういった意味でそのなかなか自信がない時にはそういった仲間の力を借りてそして経費も抑えて。 で自分一人で独り、えー、立ちする自信ができればそこから飛び出していくということがフレキシブルにできるということで、えー、共同事務所であるる形を採用すすといいいう方も結構いらっしゃいますこういったあの形以外にも例えば他の資格試験に合格された方と 共同事務所を作っていく例えばいわゆるワンストップサービス的に弁護士さん社労士さん行政書士さん行政書士の方税理士さんそういった方たちとあの共同事務所を作っていくというような方もいらっしゃいます。ですから非常にあの一人でやるということとはちょっと違うかなと思います。 またあの開業するにあた,当たりましては、えー、開業資金が気になるかと思うんですが開業資金に関しましては本当にかかりません、あの登録費用、これはあの各司法書士会によって若干違いますが、まあ、30万を超えることはないと。 でえー、それプラスあとはどこで開業するか例えば自宅開業も可能ですから自宅開業であれば敷、えー、金、礼金等の費用も抑えられ,ます抑えられるのかか,かかりませんしそしてあとはファックス、コピー機、まあ、これもうまくリースを使えばあ初期費用というのは十分抑えられます、えー、そして、えー、あとはあの最初から人を雇うという方はあまりいらっしゃいませんので人件費というものも抑えられるととなりますと正直、えー、パソコンと それから、OA のリースを含めた費用電話そしてもちろん事務用機器机だ、椅子だそして応接セットを設けるのであれば応接の椅子だ、机だあとはもちろん文房具ですよねこういったものをプラス登録費用ということで私の例で申し上げますと100万円でお釣りが来ております。 ですから100万円を用意できるという状況にあればというかもちろん皆さんそういった状況に終わりになると思うんですが、えー、正直、開業の費用というのはそこまで考える必要はないただし例えば、一等地新宿だ東京だの一等地の,そのガラス張りのビルにオフィスを構えたいということになりますと当然、これは保証金などの費用がかかってきますので一番の費用としては保証金なんじゃないかなというふうふに思います。 そういった費用についてはもちろんね業務をどんどん拡大していく過程で事務所をランクアップさせていくという先生も少なくありませんから最初から例えば見栄えのいい立地のいいところというところにデーンと構えるということをよしとしている先生もいらっしゃいますけれども、まあ、いろいろな考え方ありますから何とも言いませんが、えー、私自身は最初は本当にあの自宅開業でこうだんだんとこうやはり事務所の所在地もランクアップしていったという経緯がございます。ですから あの初期費用というのはそれほどかからないとお考えください。それでは、じゃあ続いてこのすぐに司法書士として開業する場合に、皆さんに申し上げたいのが、そもそも開業の場所についてどう考えるかという点なんです。これはね、司法書士としてどのような仕事をしたいかによって大きく変わってきます。例えば、あの司法書士として商業登記をやりたい。 会社の登記のことですね会社の登記をやりたいというふうに考えていらっしゃる方が住宅街に開業したらどうなりますかと住宅街というのは正直会社があの存在する場所ではないと思いますまあ、通常はですねそういった場所で会社の登記をやりたいのに住宅街の中に開業するのではやはりミスマッチなわけですで逆に、えー、私は あの地域の住民に根ざした相続登記または地域の住民に根ざした貢献の業務ないしは本当にあの日常的なあトラブルについての相談業務を請け負いたい受けいいたいとかい依頼を受けたいと思ってらっしゃるそういう司法書士の方が例えば一等地の,そのターミナルビルのえー 新宿だだだ渋谷だ東京とというところに事務所を構えるもちろん交通の足はいいかもしれませんがでも地域に根ざ根差したっていうところに関しては正直そこに集う方たちはそこに暮らしてる方たちとは言えないそういったミスマッチっていうのは起こってしまいます。ですから何を仕事としてやりたいかということをやはり念頭に置いたあ事務所の場所の選択というのは必要なのかなと。 で、私ごとで申し上げると、私はあの、非常にあの地域に根ざした司法書士になりたかったんです。そのために相続代、遺言だ、え、そして、青年貢献だというね、本当にいつでも、相談に、訪れていただけるような、そういった司法書士を目指してました。ですから、もう絶対に住宅街の中に開業しようと思ったんですね。ですから、私が開業したのは、本当に古くから住む方たちが。 集ってらっしゃる。まあ、あまり住民の入れ替えがないような住宅街の中で仕事をしております。今、あのうちの事務所の8割は近所の住民の方からの依頼です。 そそれこそ金庫には何十通もの近所の方の遺言書が保管されていてで正直家を開けるにもね一つ取ってみてもあの防犯関係上本当に気を使っておりますけれどもでも非常にそういった地域の方たちとうまい関係を作らせていただいて、えー、満足してかつ司法書士とししての人生楽しんでいますですからどういった仕事をやっていきたいかということと開業の場所というのはあのかなり結びついているというふうにお考えください。 では続いて開業後の収入なんですけれども正直あの開業して1年以内にばんばん仕事が入りましたみたいなそういう書き込みがあったとしたらまあよっぽど今までの経歴等々があのものを言ったか何らかのコネがあったかと思っていただいていいと思いますつまり裏返すところ1年ないしは2年の間は正直しんどいと思いますこれはもうはっきり申し上げます。私も1年間全く仕事ありまませんででしした講師としてここまで、えー まあ、当時は1 5六年やっていた十五年ぐらいやっていたそれなりに受講生も増えましたし名前も認知されていただいてたと思いますですがあこんなにも使用書士として私は無力なのか正直びっくりしました。1年間仕事がないね あの受講生に「仕事書ょしいいよ,よ」とか言っておきながら当の,の自分があの1年間で無収入この現状を受け止めきれなくてですねいやどうしようと思ったんです思ったんですけれどもこの1年間営業を頑張りまして営業を頑張りまして1年後です1年後本当に面白いように。 ある一件の遺言書作成のきっかけをまあいただいたことをですね本当にきっかけとしてあれあらという間に近所の方からの依頼が増えたという経験を持っていますどういうことをやったかは講義の中でお話しします、えー、ちょっとここではあの長くなりますので割愛させていただきますがですから何を言いたいかというと開業後の収入あの一年のスパンで考えないでほしい一年二年三年そういったスパンで考えていただきたいんです。 ですけれども私は司法書士の将来本当に明るいと思っていますあの暗いって言っている人いますよいいんです言わせておけば暗いと思っている人にとっては司法書士の将来は暗いんです。 かなり勝手なことを言っておりますけれどもそのいてください先生たち成功している先生たちは皆さん司法書士としての人生にものすごく充実をしてそして第二の人生第3の人生があればまた司法書士を選ぶ本当に皆さん口々言ってます。 でその気持ちで本当に私も共感できます私は講師が今メイン業務になってますから司法書士としての仕事をメインにできておりませんできておりませんのでその私が言うにはちょっとあのおこがましいと言いましょうかお前が言う,言うなと言われてしまいそうなんですがただ私の中ではもし私が司法書士としての業務をメインにやったのであればそれこそこうやってああやれば業務をねこうもっと拡大できるっていうビジョンはあります。 そそして、えー、それが可能な業界ですですから AI が導入されてねあの使用書士なんてもうなくなる、ね、そうやってぼやいてる先生確かにいらっしゃいますいらっしゃいますけれどもあの正直、えー、成功してていいいるる先先生生たたちそういっっことを言ってる先生はいません皆さんがどういう先生になりたいのか例えばもう使用書士ダメだって言っている先生たちの後を言いたいのかこれも私としては使用書士として、えー、先輩にあたるねあのー 諸先輩たちが気づいてくださった司法書士のこの道を私たちは後から行ってるのでその先輩たちが気づいていただいたその先輩あっての司法書士業界なので非常に失礼なことを申し上げているのはわかりますこれを見てくださっているもし現役の司法書士がいたら本当に申し訳ないなということを最初にお詫びしときますお詫びしておきますけれどもでも 私自身は司法書士の将来について本当に明るい兆しが兆しじゃない明るいあの見通しが立っていると思っています。ですから、そこを、ね、例えばネットで検索して司法書士の将来がもう暗いだとか司法書士がもうあのこれから先お先真っ暗だというような書き込みそれを見て司法書士を諦めてしまうのであればそれは違うということは申し上げておきたいと思います。で、えー、ですの,であの収入具体的には申し上げられませんもうね今 アッパー層とその2300万しか稼げない層もうかなり開きが出ている平均値を求めるることに何のの意味もなくなくっているのが現状ですですからあの私自身がいくらもらえるいくら安泰というようなことは具体的には申し上げませんがただ本当に司法書士として依頼人のために頑張ろうというね、えー、気持ちを持って何が依頼人にとってベストかという形で働いていらっしゃる方については将来的には私は もちろん司法書士のこれから先反対だと思ってます。明るいと思ってます。それだけは皆さんにお伝えしたいなというところです。さてそれではちょっと話は長くなりましたが、えー、残り。 8割のたあ、8割じゃない7.75%の方が選択するであろうこの他の司法書士事務所に就職するという方法についてお話をしましょう他の司法書士事務所に就職する場合、えー、就職活動自体はまあびっくりするほど簡単です、えー、今、もう売り手市場もう即日う就職先が決まるというのも珍しくありません司法書士業界、今言いました通り元気のいい事務所が多いですから司法書士の資格を持つ人をものすごく欲しがります。ととなると、えー、就職活動 活動して一週間目に決まるなんていうことは、もう珍しくない。それが普通だと思ってもいい。本当に履歴書を持って、今すぐ来て、で、今すぐ行ったら、すぐ今日、君採用というような世界です。ですから、内定書を取り、取り交わすこともなければ。えー、本当に、あの、慌ただしい就職活動になるかと思ってください。えー、いわゆる経験、そして扶養家族の有無。年齢、性別、一切と言いません。 70代80代の方でも正直すぐに決まっていく現状ですただし裏を返せばそれはそれだけ就職活動が簡単ということは勤務状況はよくありません勤務状況はよくありませんあの事務所にもよりますよ使用者指法人などですごくあの勤務する方に、えー、優しい働き方を提案している事務所は確かにあります私の知っている事務所にもいくつもあります。ですが やはりブラック事務所というのも少なくないんですね。で本当に一昔前のもう時間で、えー、ねあのー、換算するともう月の残業時間何百時間何百時間とかまあもう過労死レベルなんて事務所も現にまだに聞いております。そしてまた、うん、誰でも採用するということは裏を返せばどんなに年齢がいってようが給料は変わらない。 例えば40代50代で一般のサラリーマン経験を経ていようが20代で合格して何のサラリーマン経験を経ていまいが資本書士合格者というだけで給料の勤務状況同じだったりします。扶養家族は3人いる お父さんであああろろううがが扶養家族が0人の学生ででで合格者であれば給料は同じなんですですから若い方であってはよくても例えば都内で住宅ローン返して扶養家族がいてでなんていう方にはちょっと正直都内で過ごすことはできないという条件になることもあるなので裏を返すとすぐ辞めるんです皆さん。 えですから、あのー、勤務状況があまりに安いがゆえにでそして、使用書士の試験というのは合格したということはもうすぐ開業することができる太鼓判を押してもらったことですからあれ、なんでこんな安い条件で俺、古希使われてるんだろうあすぐ開業できるのにってことに半年ぐらいで気付くんですねそうすると半年ぐらいですぐに辞めていかれます。 辞めて自分の事務所を持つかまたは他の事務所に転職をするかもっとと条件のいいとこですねですから結局半年のところで辞めていっちゃう方がほとんどですので、えー、そうなりますとこの勤務し大書士というのはなかなか、あのー、短期勝負といいましょうかなかなか定着しないのが現状ということです。 では3つ目他の司法書士事務所に有資格者他の司法書事務所に就職する3つ目企業に就職をするこれが私があの講師になる前にやっていたことです。私はあの司法書士事務所を2つ経験した後それこそもう半年いればもういいや2つ目ああ半年でもういいやで、えー、まあ2つ目のところを辞めた後さあ開業かと思ったんですが まだ何せ若かったので、えー、ちょっとここで開業だと人生固定されちゃうなともっと遊びたいなとじゃあ,あの中途採用で、えー、金融会社あのノンバックの方に、えー、転職をいたしましたノンバックで債権回収の業務をやっていた経験がありますその経験から言わせていただくと需要は本当にありますで一般の求人誌なんかに載りませんのでいわゆる人材紹介やあヘッドハンティング等の類なんかを利用するのがいいのかなと。 でえー、即戦力としてやはり要求されていきますからあの、司法書士事務所、勤務経験があった方がいい、もちろん他の一般企業などの勤務経験はなおよろしいかと思います。で主に法務部などがあ採用を希望すると思います。で私のように、債権回収業務はすごく重要があります。ですが、債権回収でなくとも、例えばメーカーの法務部などで契約文書のチェックや、えー、顧問弁護士さんなどとの橋渡し役などの、えー、活躍が期待されると。 でえー、勤務条件としては通常のお、まあ、企業の勤務条件によりますからそうむのなことは今はないと思いますで給与の額としましてはやはり資格手当の部分が魅力的なので私は結構頂い,いてました、えー、今から22年前の話なのであまり参考にならないかもしれませんが残業時間が月200時間を超えていたんですね。でそして、えー、資格手当が月 60万ぐらいいた,いた,だいたんですで残業手当が月40万とかの世界で、えー、月100万を超えるような給料を頂い,いておりましたところが若かったんであのお金は一体どこへ行ってしまったんだろうというぐらい 今その名残はないだからた多分あまりにも仕事が辛すぎて全部飲んでしまったんだろうというふうに今 <laughs> 自分の中ではそう消化してるんですがあのお金一体どこへっていうね時々ふと思い出すんですがもう飲んじゃったんだろうなっていうことでしかもう自分の記憶をたどることができないんですが。 まあ残ってませんね、まあ、でもそれはかなり極端な例ですので、えー、いろいろな条件の企業とありますですからあの例えば若くして合格されて一般の企業と経験していらっしゃらないような方だったら私はあの経験が全て司法書士にとってはあの人あの糧になってそして財産になってきますので一般の企業の経験を得るために、えー、合格後に一般の企業に入るというのはおすすめではない あると思いますただしずっと企業の中にいるのは正直お勧めはできませんこう言っては失礼なんですけれども司法書士というのはやはり自分の名前で事務所を構えて何もの資格ですですのでそこはねぜひ皆さんの人生設計の中でまあ、企業の中にずっとということよりもぜひ自分の名前で司法書士として羽ばたいていってほしいなというふうに考えているところですさあそれでは、えー、長々とお話をしましたけれども本題に入りましょう では5月に勉強を始めてそもそも司法書士試験に来年の7月合格できんの結論から申しますとできますできますできますしそういう結果を出された方はたくさん存じておりますですからまずいや無理だろうというようなね、えー、先入観によってこの挑戦をシャットアウトしてしまうことだけはないようにお願いしたいと思います。そしてペページ3ページジのところでいわゆる 私はあの新宿エルタワー本校で、えー、通学生クラスを受け持っております。その通学生クラスの方へのこう具体的なあどスケジュールというものを、えー、今回二ページ三ページのところに掲げさせていただきました。この二千十九年五月にスタートをして、えそして五月中にまあこの全体構造というのは全三回なんですけれども全体構造はもう極端な話一日などで聞け 聞いていくことできますから、実質こう民法が本当のスタートということになります。その民法を8月のま14日までの3ヶ月以上を使って、こうゆっくりじっくりと聞いていき、そうしたらあとはもうこのスケジュール通りに、でこの詳細は今回は説明を割愛させていただきます。その詳細を聞きたければ。 といいう言い方失礼ですね詳細をお話しさせていただくにはぜひレックの各本校、えー、新宿エルタン本校をはじめレックの各本校またはえー 地方の方はコールセンターなどをどうぞお電話くださいそこで詳細をお話しさせていただきますただここで皆さんにお伝えしたいのはとにかくこのようなプランでもって勉強していけばほら大丈夫でしょっていうそこをお見せしたいんですただ具体的な内容例えば卓越到達をチェックテスト何ですか技術解放ベースアップ講座って何ですかというのはちょっとここでは割愛させていただくので全体像が見えにくいかもしれませんがでも えー、一つ申し上げたいのはスケジュール通りに見ていただくことによって、えー、絶対に来年の7月に合格できる、あのー、おプランとしては、えー、確立されてるというところなんです。あとは皆さん方のやる気とそして、えー、私たちのサポート、えー、これをおぜひ待っていただきたい。ペページ3ページジのとこころににですね具体的にはこう 生講義が終了する3月8日までの何をどうすればいいか私はあのよく自分の受講生に申し上げてるのがとにかく例えば勉強始める時は勢いで来ただけれども3ヶ月後半年後に自分がどういう勉強になってるのか知りたくないですかどういう状況になってるかでそこを知らずして、えー、勢いだけで飛び込んでなんだこんな大変なのか聞いてたら、ね、もっと何か対処したよとか、ね、なんだよこんな。あの いろんな科目を勉強しなきゃいけなくなるんで最初に言ってよっていうことになるぐらいだったら。 最初申し込むかどうかのところで皆さんにこれだけ大変になりますよこういう状態に皆さんなってますよってことをお見せしようとその上で飛び込んでくるかどうかを皆さんに判断してもらうそういうスタンスをとってますだからこそ例えば自分が12月の例えばですよ今年の年末いやうちの会社12月っていつも忙しいんだよねっていうことがあらかじめ分かっているとしますよねそうしたら12月にやるべきことはここなんですよ書いてあること読みませんが。この内容をじゃあ どうすればいいかっていうのを先に私に相談していただく機会が得られるんです例えば12月1月年末は忙しくなるそういう会社に勤めてらっしゃるんだったら11月の段階でもっと前でもいい10月の段階でも私に相談していただきたいで通信のクラスでも電話相談そしてウェブ相談充実しております私はもう電話相談で全国の方とつながっていますですからもう対面でも電話相談でも先生あの12月1月全く勉強できないということは最初にもらったあのスケジュールのこの 予定ができないんだ,よ、ね、あだったらあの分かりました11月にこういうプランであなたはやりましょうということを一人一人とあのお話しさせて、えー、提案させていただきます。 で私はの受講生今レクのすべての講師の中で一番私の受験生が多いです全国に今700人とか800人とか受験生がいるだけれども本当に一人一人とつながってます一年間で電話相談だけで1200件以上の電話相談で一人一人とつながってアドバイスをさせていただいてます正直 アナログ的な対応も私も年ですからあの正直限界があるかなと思いつついやもう,1年,もう1年と今続けている段階ですで、まあ、それはさておきそういったあの提案を、ね、例えば11月普通の人には言わないけどそういう事情があるんだったらじゃあ普通の人にも1.3倍の増し増しで勉強していきましょうか。 いうような提案を個人的にさせていただきますから、その意味でね。このスケジュールというのはちょっと参考にしていただきたいんです。また、通信の方は4ページ以降のところに通信以降まあ、通信の方というのは、web で本試験の生講義が実施された後、2週間後にウェブで配信されていく。通信ウェブの受講生と 一定回数経った後 DVD がどさっと自宅に送られてくる DVD 受講生の方といらっしゃるので今回のこの日程はその DVD 受講生の方を参考にだいたい日付を書きましたとなりますとだいぶ幅のある概念最初に憲法刑法を受講できるかというのはですから始めた時のタイミングによります。 5月下旬にそもそも始められたのであれば憲法刑法は後回しにしていただいても大丈夫です、えー、通学生の方と同じように民法スタートで構いませんで、こういった例えば私5月の13日に始めたんですけど、えー、憲法刑法を受けた方がいいですかとか私5月の下旬または6月に始めたんですけどどのタイミングでどういう科目を聞いていけばいいですかっていうようなことを電話相談等で、えー、一人一人に対してのご質問を私自身が受けたまってますから詳細は講義の中でお話ししますですのでとにかく 何をどうやって勉強していけばいいのかというのをとにかく、ね、あの迷わないように先手,先手でアドバイスをしていくそれが私の講義の特徴であり他の講師との違いだと思っています、えー、皆さんにねとにかく勉強方法については考えなくていいから私が提案します皆さんは引かれたレールの上を息切れしないように走ってほしい私自身が皆さんのお尻を叩いてこうあの走らせるわけにはいきませんだからそこのモチベーションの部分についてはもう皆さんにお任せをしますが えー、スケジュール、そして勉強のテクニック、えー、こういったものはすべて私自身が皆さんに提案をしていきますので、本当にね、合格までの道筋は線路は引くから、あとはそこを息切れしないように走っていってほしい、自分で線路を開拓する必要はないよ、そこはもうお約束をさせていただこうと思います。 さあ今日は5月スタートでどのように合格していくか具体的なお話は今後のレッ c などの全体構造編第1回目の講義やそしてまた個人的にご質問いただく受講相談やコールセンターへのお問い合わせなどでちょっと詳細はお話しさせていただきたいと思いますが、えー、今日はあのまず諦めないでほしい可能性はありますしそしてあのもっと悪条件から受かった方もう何百人の程度で知っております。7月 29日スタートして何の前知識もない高卒の方が1回で受かったこれが私がデビューした時の私自身の自信です。私がデビューした時今から22年前 ですねえー、に受け持ったクラス高卒で何の知識もないそして7月29日開校の私が受け持った最初のクラスです池袋でそして1回で受かったもうあの時のやっぱり驚きと感動とそして私自身の自信といまだにやっぱり生きてますですからあできるし皆さんを合格させて、えー、いけるさせられる。 もちろんそれは皆さんの勉強の頑張りが一番であることは間違いないんですけれどもそこのためのねテクニックとはこれから惜しみなく提供していきたいと思います今後レックの各本校で実施されるガイダンスなどそういったあのノウハウを随時お話をしていきますのでぜひどうぞご参加いただければと思いますそれでは今日は5月スタートで来年2020年の合格を勝ち取るための方法についてお話をいたしました皆さんどうもご清聴ありがとうございました